この野に送った。来た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 、よっしゃよっしゃやったっすねイエーイ。おはようございます。ダイバーフィールドテスター松永雅樹です。今回はですね、関西屈指のショアジギングスポットと言われております宇古川一文寺に来ております。今回ショアジギングをやっていこうと思うんですけれども、まあちょっと状況が渋いので、宇古川渡船の強力なスタッフに参加して一緒に釣りをしてもらいましょう。おはようございます。宇古川渡船の岩瀬です。おはようございます。おはようございます。そうですね、今日ちょっと連日青物ちょっと渋くなってきてますけど、はい、まあ一発大物狙いを想定しつつのちっちゃいスバスのモジャコっていうサイズで、まあ今日ショアジギング楽しんでいってもらえたらなと思ってますんで。そうですね、今日はよろしくお願いします。お願いします。まずはですね、サムライジグの R、こちらの 40g ですね。ロッドがですね、オーバーゼアのショアジギングモデルの 100mhh ですね。こちらを使って早速やっていきたいと思います。朝一はとりあえず、状況を見るためにもですね、下から上まで行けるんで、それが上であればまたセットアッパーとか表層系の引けるようなミノとかですね、そういうのも引いていきたいなとは思うんですけど、着底させて、ロッドを一しゃくり一巻きのもうワンピッチですね。ワンピッチをもう基本にやってますね。そうですね、ある程度 4,5 回繰り返してまたボトムに落として、またそこ取っての繰り返しです。ルアーをセットアッパーの125の LH のシンキングですね、向こう側とかで結構超過が著しく出てるんで、このセットアッパーを使って表層から2メーターぐらいですかね、その辺をレンジをちょっと探ってみたいと思います。結構セットアッパー飛ぶんですよね、これ意外と。で結構スローに巻いたら千鳥アクションで魚に食い気を出してくれるんで結構いいんですよね。ショアジギングってやっぱ投げ続けることがね、一番重要だと思うんで、まあその辺やっぱりメタルジグばっかり投げてると結構腕が疲れてきて、ね、集中力とか途切れることがあるんですけど、こういったミノーとかね、間に入れることで、まあこれは巻くだけでも全然釣れるからですね、そういうの挟むといいですよね。ちょっと腕が疲れたなって時はこのミノに、お、食った来たね、セットアッパー。お、なんだろう、何これ、フグ、でっかいフグ、うわ、でかでっかいフグ、セットアッパーの125の LH ですね。フグも釣れるんですね、 LH で。でっかいフグ釣れました。よし、引き続き青物を狙って頑張ります。でも巻くだけだけど本当簡単ですよね。それこそ子供とか女性でもね、全然いけるんで、投げて巻くだけなんで、ね、メタルジグとかだとやっぱりこう、ね、ロッドシャクルワンピッチジャークとかの動きが必要になってくるんですけど、このセットアッパーとかサムライジグ R スピンですねとかはもう投げて巻くだけで全然誰でも釣れるんで、まあいいですよね、そういった巻くだけのルアーは。
はい、オーバーゼアのロッドについて紹介いたします。オーバーゼアですね、サーフモデルとショアジギングモデルがあります。ラインナップが豊富なので、サーフだったり堤防だったり磯だったりと幅広く釣りに対応することができます。サーフモデルなんですけれども、操作性を重視した軽量設計となっております。ですが、パワーは十分にあります。なのでこういったライトショアジギングにもうってつけです。ショアジギングモデルは魚をかけてから取ることに重きを置いた設計となっております。脇にグリップを挟みやすいロッド設計になっておりまして、高負荷のジグ操作やダイビングペンシル、また大物をかけてからの強引なファイトにも十分安心してやり取りできるロッドとなっております。今使っているタックルがですね、オーバーゼアのショアジギングモデルの100の MHH になります。でリールがカルディアの6000番ですね、に2号にリーダーが40ポンドを使用しております。このタックルセッティングはですね、こういったジグだったり、まあ、ミノーだったり、はい、スピンテールとかもうオールラウンドに使いやすいタックルセッティングになっております。パワーが MHH になるんですけれども、 MH のヘビー版になります。 MHH には3番手ありまして、 106MHH と 100MHH と 96MHH があります。セットアッパーだったりミノーを中心に引きたい方は、106の MHH をおすすめします。106の MHH はこういった堤防でも足元まできっちり引くことができるんで、そういった時には106の MHH がおすすめです。またジグをメインに使われる方は96の MHH ですね。ジグを大きく動かしたり小さく動かしたりするのにもとても使いやすく、またこうしゃくり続けても結構疲労が少ない、それがこの竿のいいところになります。今使ってるロッドがオーバーゼアの 911MMH にリールがカルディアの5000番、ラインが2号にリーダーが30ポンドを使用しております。実はですね、今この使ってるタックルがですね、サーフモデルになるんですけれども、このタックルとても軽くて使いやすいので、子供だったり女性だったりに特におすすめのタックルとなっております。軽量設計なんですけれども、こういったところのブリだったりハマチとかサワラとかですね、十分対応できるロッドとなっております。主に扱うルアーとしまして、結構このタックルですね、穂先がしなやかなんで、こういうセットアッパーだったりも動きが出しやすくてとても快適に使うことができます。ルアーウェイトも10から65グラムとなっておりますので、まあ、こういった沖堤防の釣りなんかにも、まあ、基本30、40を使うと思うんですけれども、そういった30、40のジグでもとても快適に使うことができます。次はこのサムライメタルバイブですね、こちらに変えてより深いレンジを探ってみたいと思います。それではやってみます。このですね、サムライメタルバイブの使い方としては、この手元にですね、ブルブルがこの来るか来ないか、ちょうどそのブルブルっと来るところで引くのがベストですね。早すぎてもダメだし、その手元にこのブルブル感が伝わったとこ、そこで引くのが理想ですね。次はですね、このサムライジグ R スピン、こちらブレードですね、ブレードのアピールで青物を狙っていきたいと思います。あ、これめっちゃ飛ぶわ、とんでもねえ飛ぶな、やばいね、これやばい、
っぱブレード強いですもんね、なんだかんだで。今ですね、一通り投げてみて、表層からボトムの方まで反応を見てみたんですけど、反応がなかったんで、もう一回最初のですねサムライジグ R に変えて、ボトムから表層の方までしっかり探ってみたいと思います。わ、釣れた。お、お、マジっすか。チヌ。ウィージグでボトム付近をですね、ネチネチリフト&ホールで上げ下げして、何回もそこ取ってたホールでガツンときました。キビレでした。お、来た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 、よし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 、ちょ、タモタモ、いい、でかそう、でかでか、よし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 、俺こっち行ったらいいか。 30g スローフォード、ね、でかそうです。ありがとうございます。お、いけそうですね。よし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 よっしゃー、やったよっしゃー、やったっすね、イエーイ、なんでかい、まんまるサムライジグ来たね、来たね、いや、田賀さんやりましたね。やったよ。いや、ほら、めっちゃでかい。松永くんがさ、ジグでさ、うん、ボトム系だよって言ってたから、それでボトム叩いてたらもう 30g でドッカーンだった。うわ、いや、ありがとう。いいっすね。うわ、めっちゃでかい。いや、ナイスめっちゃ。ナイス、結構超えてますね。ね、うん、美味しそう。イエーイ、めっちゃいい、めっちゃ美味しい、最高サムライジグやった、やりましたね。大阪湾のショアジギングにおすすめなルアーを紹介します。まず最初に投げるのがサムライジグ R になります。このルアーの特徴としましては、糸絡みがしにくく、また飛距離がとても飛びます。またですね、このフックが太ジグになっているので、大型のブリやサワラ、そういった魚にも対応できるルアーとなっております。これが先発です。
続きまして土定番セットアッパーの青物仕様となります。このルアーはですね、表層に青物の反応がある時などに特に使いやすいルアーとなっております。高速の動きにも反応しますし、ゆっくり巻いたら千鳥アクションを起こしてくれるので、とてもよく釣れるルアーです。それでも反応がない時はこのサムライメタルバイブになります。このルアーはですね、中層を強波動でアピールして魚を誘い出してくれます。で、最後の仕上げがこのサムライジグ R スピンになります。この使い方としましては、投げて巻くだけでブレードがアピールしてくれるので、ボトムから表層までしっかりと探ってみましょう。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は一日ですね、向こう側一文字に乗ってショアジギングさせていただいたんですけれども、まあでも面白かったですね。そうですね、はい。で、まあ午前中向こう側渡船の岩瀬さんがやっててくれてたんですけど、お仕事の都合でちょっと戻られたんで、台場のスタッフの多賀さんにご協力いただきました。どうでした、多賀さん。いや、松永ディスターが言ってたあの基本ですね、あのサムライジグから始まって、サムライジガールのスピンで締めるというあの4つのローテーションをですねやってたら、見事に大きいブリも釣らせていただいて、その前にあのクロダイもね、チームを釣らせてもらって、ね、本当に楽しい一日でした。いや、楽しかったですね、本当に、はい。ぜひ本当簡単に楽しめる釣りなんで、みんなにぜひルアーフィッシングエントリーとしてショアジギ楽しんでほしいなと思います。そうですね、はい、結構もう本当誰でも簡単に行けますもん ね、いろんな魚釣れますし。いや、でも本当ショアジギング、ね、楽しんで、ぜひ皆さんに楽しんでもらえたらいいですね。まあ、というわけで楽しむことができました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。